皆さんこんばんは。 EBM インダストリアルバンドセレクティブマインドの高澤和成です。今日は2024年8月17日23時23分今回はソフトバレー EBM スクールということで、ソフトバレーの、音楽について勉強について、話していきたいと思います。まあ、ソフトバレーといえばね、こちらのスコア、唯一あるスコア、ね、このソフトバレーソフトバレーというスコアがあるんですけども、これはいつ出たのかな、1993年に、ね、出てますね。すごいですね。まあ、私は当時知らなかったんですけども、私はねソフトバレーのドライ、まあ、セカンドアルバムのドキュメントが出た後にね、出た同じ年に出たと思うんですけども、私がまだね、17歳の頃に、ね、リアルタイムで、ね、このソフトバレーを買いました。1990年に出たアルバムになりますんで、ですから今私50歳ですから、まあ、33年前にねリアルタイムで買って聴いていたのがこのソフトバレーのドライ、こちらですね。これですね。でこちらがあの CD なんですけども、当時ね買った CD になりますけども、このねドライの方も、ね、ちょっとコピーをしたい。どうしても、バックラッシュとね、エグジストという曲が非常にいい曲なんですけども、こちらねスコアには残念ながらいい曲が1曲も入ってない。あの私はアフターイメージという、ね、曲と、ドライのねこの、バックラッシュという曲が好きなんですけども、両方とも入ってないということですね。両方とも入ってないと。でバックラッシュに関してはね、ネットでまだ、コピーをしている人もいないよと、この中に入っている曲をね、SR85 で再現している方とかもいらっしゃるんですけども、まあエゴダンスとかね、そういった曲なんですけども、まあエゴダンスが、ね、いい曲だと思いますけども、アフターイメージなんかは、ね、ピアノでやってらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、この残念ながらバックラッシュをね、あとエキジストね、エキジストもピアノでやってらっしゃる方いらっしゃるんですけども、バックラッシュをねやってる人は一人もいないと。私はバックラッシュという曲が一番好きで、リメイクもされてるんですね。バックラッシュ、アフターイメージもリメイクされてるし、バックラッシュもリメイクされてる。この2曲はいい曲だと思うんですけども、この2曲がまあソフトバレーの中で私は、ね、中では一番いい曲だと思うんですけども、残念ながらねスコアがないと、スコアがないと。アフターイメージに関してはピアノをやられてる方、ピアノで再現されてる方がいらっしゃるんで大変参考になるんですけども、で今回ね、私はこのバックラッシュとね、アフターイメージを復活させることによって EBM の、ね、音楽を日本でもね復活させようという、試みをね考えております。ソフトバレーの音楽はね、私は、まあ、世界でもね一番いい音楽じゃないかというぐらいに思ってるわけですね。で私今回ね、ソフトバレーのこのバックラッシュの、ね、音をね、作りました。今のところ13個作ってます。あと1個くらい作るかもしれないけども、 BA バック、ブラスのシンセブラス、 AG、コスピックギターソフトバレー、これはパフォーマンスといいまして、2つの、ね、音を、ね、足して合成して作っております。で SP、まあ、シンセパッドですね。シンセパッドスロー、これは非常に、ね、ない音ですね。このブラスがキューッと上がっていく音なんですけども、これはなかなかねちょっと通過音みたいな音なんですけども、これはね SR85 に入ってないのかなと思うぐらいで、ね、サンプリング CD の方でちょっと探してるんですけども、それもないということで、この音は再現がちょっと難しかったということです。でストリングスの、ね、シンセブラス2とアコースティックピアノ、これピアノ、普通のピアノですね。多少自分なりに作り変えてます。でベースの、ね、バップで、CH コーラスの、ね、オーラル、コーラスのシン、シンというのは、シンセ音ですね。シンセ音のリフの部分で、プラスのショート、シャープですね。シャーププラスというカットの、ね、プラスの、まあ、16分のカットの音で、 DR、M ブロック、マーブルブロックという、独特の、ね、ソフトバレーのパーカッションです、ね、パーカッションの、ブロックの音で、プラスの、シンセプラス2、これはこのバックラッシュのメインのリフの音です。そして、ギターのソフトバレーくらい、 SB くらい、これはギターの泣きのギターの音です。これも 100% ね忠実に再現しているわけではないですけども、かなり SI85 で近づけてみましたということで、 SI85 1台だけでソフトバレーバックラッシュという名曲を、ね、再現しようということです。これを再現することによって、あとリズムの音もたくさんありますけども、リズムの音は、ね、今省略しますけども、これはね DR660 という、ね、リズムマシン、これはボスのローラーの、ね、リズムマシンですけども、こちらの音完全に再現しているということで、今回、ね、ソフトバレーの音を、ね、忠実に再現することによって EBM を、ね、しっかりこれを勉強し直して、これは藤井真希さんの、ね、作曲された曲だと思うんですけども、この藤井真希さんの曲を、ね、しっかり勉強し直すことによって、ソフトバレーの音楽を再び、ね、こういった流れを、ね、EBM の流れを、ね、再び、ね、起こしていきたいということであります。ソフトバレーの、ね、このバックラッシュという曲はスコアがないと、ネットでもやってる人はいないということで、私が耳コピーで、ね、再現しようということで、何ヶ月かかけて、ね、その音をたくさん作って、13個くらい音を作って再現した、あるいはね、ボコーダーですね、ボコーダーを使って再現したということになります。この EBM と、ね、インダストリアルの系譜ということですけども、まあ、EBM、インダストリアルっていうのは、主にね、まあ、無調主義と、ね、行動進行に分かれるということで、まあ、無調主義が、ね、私、まあ、アトナリティって言うんですけど、これは
FLA、フラントライアンセンブリーです。まあ、フラントライアンセンブリーというのは最初の曲の一番初期のアルバムのコロージョンというね、有名な曲のルリッドセンセーションという曲があるんですけど、こちら曲というのはピコピコ音でして、この何を言いたいかというと、コード進行がないということですね。その、C だったら C とシャープ、 C と C シャープ、 C、C、C シャープという形でね、そのまあ前半半というふうな、ね、コード進行を取らずに隣の、ね、音階をこう行ったり来たりするのがインダストリアルの、 その無調主義といいますか、これは無調主義というか、まあビート系ですよね。そういうふうに、まあ、リズムの音に、ドラムの音に音階がないようなものでして、まあ、ピコピコ音なんですけども、まあ、そういった音楽なんですね。リワインドっていうアルバムがあるんですけども、載ってないんですね。ウィキペディアにも載ってないんですけども、リワインドっていうアルバムがあるんです。リワインド。こちらの方でね、あの無調主義というのがありまして、これを私はあの音階にしたん、音階というか音を作ってありますよ。リワインドと言いましたね。リワインド。リワインドっていうアルバムがあるんですね。これは、早急グレン隊のね、ゲームのね、早急グランド連帯ってゲームがあるんですけど、そのゲームのね、ついてる紙をね、ジャケットに使ってるみたいな、ね、そういう、あれ、まあ、プレデターとアフターマスっていう曲があるんですけども、この2つの曲っていうのは、無調主義と言いまして、まあ、SE ですね、サウンドエフェクトをかけて、それにこうした音が鳴ると。嵐の音、ストームであったり、そういった音に対して、こう、それもちゃんと定期的に音は鳴ってるわけですね。その適当に音を鳴らしてるんじゃなくて、無調主義、その音階のない SE のね、サウンドエフェクトの雑音に対して、まあ、相手的に音が入るんですけども、それはちゃんと音、楽譜にはなるんです。楽譜になっているということで、相手で入ってくるというのが、この無調主義なんですね。これはまあ、ノイズともちょっと違う、あのコイルのノイズともちょっと違うんですけども、無調主義、こっちをずっと私はこの20年ぐらいこれをやってたわけですね。その、もっとか、98年ぐらいからあのジャニスに通って、フロントラインアセンブリー。最近、I Believe Me さんという方があの、セカンドコミュニケーションという、バンドね、北海道の EBO のバンドを紹介していまして、こちらを初めて聞いたんですけども、こちらはね、フロント242とかね、あるいはニッツアイブとかソフトバレーに近い音だと思いますけども、そしてセカンドコミュニケーションはもう EDM なんですけども、私はどちらかというと、まあ、インダストリアル、ノイズですね、ノイズ系のインダストリアルということで無調主義で、その要するに音階がないということですね。まあ、EDM は、ね、音階がない、隣の、ね、あの C、C シャープとかね、D、D シャープという、ね、隣の音階に行っちゃうというね、そのコード進行やらないということですね。で、コード進行をやる音楽の中では、これはまあコード進行というのも他の全部の音楽はコード進行なんですけども、ポップミュージックもそうなんですけども、テクノで言えば小室哲哉さんですね。小室哲哉さんがコード進行があると。坂本龍一さんもそうですね。で、無調主義っていうのはもう、まあ、音階がない、そしてあのコード進行がない、そしてかつ全ての音はプリセットじゃないと。自分で作った音しかないというのが、このフロントラインアセンブリーなんですね。プリセットの音を使わないで、しかもコード進行を取らないという音楽ですので、音楽性がないということなんですね。ですから私の音楽というのは、まあ、最近ね、リトリーバルというね、あの8月6日、広島原爆の日に、リリースさせていただきました。こちらの、ね、曲もね、複雑なね、テクノの、ね、インダストリアの曲なんですけども、こちらも、ね、無調主義といいますか、まあ、あんまり、ね、音楽性がないといえばないという、あえて音楽性をなくしているということですね。あのコード進行を取らないということですね。あんまりね、それは人は日本にはいないジャンルであるということです。日本のジャンルというのは、やはり、その小室哲哉さんみたいにコード進行を取る、そしてかつプリセットの音を使うと、それが小室哲哉さん。じゃあ小室哲哉さんはどうやってそういう音楽を差別化して有名になったのかと、売れたのかといえば、やはり、パーカッションの、ね、音の使い方がうまい、そして和音がうまい、ブラス系の和音がうまい、そしてあとグルーブですね、そのパーカッションを使ったそのリズムね、グルーブのを意識しているということです。あとセンスがいい、まあ、音楽性が、ね、非常に高いということで、TRF だったり安室奈美恵さんの曲を提供しているというのが小室哲哉さんであります。ちょっとそういった小室哲哉さんのようなね、そういった、音楽とはまた対照的なね、ところにあるのがこの EBM インダストリアルのフロントラインアセンブリーだと思います。この無調主義の、ね、アトナリティの音楽がこのリワインドのプレデターであり、ね、アフターメス、ね、アフターメスという音楽曲があるんですけども、こういう曲を、ね、私はまあ研究していったということで、日本の音楽とはもうかなりかけ離れた音楽をやっているということですね。で、坂本龍一さんが、ね、その間なんですね。坂本龍一さんは、自分で音は作る、シンセサイザーで音は作るけども、コード進行は当然彼は、ね、音楽の権威ですから、コード進行はやるということですね。私は両方やらないという形を取ってたんですけども、今回ちょっとやはりね、日本の皆さんにも、ね、EBM をいい加減聞いてもらいたいということで、ソフトバレーのバックラッシュという曲でね、これはもうコード進行を取りますんで、このコード進行をね、曲ですごい、ものすごいいい曲なんで、これを私はなんとか再現したいと、SY85 で再現して、自分で、ね、作れるように、こういう曲を作れるようにしたいと、藤井真希さん、ソフトバレーの、ね、音を自分で作りたいと、それをやりたい。私はもうずっと今まで EBM インダストリアルの方を極めてきたということで、自分でオリジナルの曲も作ってきたんですけども、やはりフロントライアンスブリの曲もいいですけども、やはりコード進行を取る、そういう歌物ですね、歌物の方をやっていくこともね、ありなんじゃないかということで、ソフトバレーのバックラッシュという、ね、曲、これ残念ながら、ね、入ってないと、
入ってない。私は高校時代から聴いてる本当にいい曲。XJAPAN も、ね、好きですけども、XJAPAN もいい曲あるんですけども、まあ、XJAPAN のスコアあります。最近の曲ないですけどね。最近の曲ない。でも YouTube の方でね、ピアノで楽譜をね作っていらっしゃる方がいて、これは非常に助かるんですけども、残念ながらね、ソフトバンクは楽譜自体が全くないと。楽譜自体が全くないということで、バックラッシュに至ってはもう全く何にもないわけですから、ここに、ね、私がバックラッシュを作ったと。再現したということです。再現して、EBM を、ね、勉強していこうと、こう思った次第であります。で、今回、ソフトバンクのバックラッシュの方をぜひ、ね、聞いていただきたいということで、このね、無調主義とそのコード進行の違いということです。で、やはりこの融合させていくのがいいということです。無機的な音楽と、まあ、インダストリアルというのはそういうものです。EBM もそうですね。そういう産業的な、ね、金属的な音ですね。そういったものに対して、こう、コード進行の、まあ、美しい旋律の音楽と融合させていくのが、これソフトバレーの一番良かったのが、このドライ、ドライの、ね、アルバムだと私は思うんです。まあ、その以外のアルバムも全部知ってますし、全部聴いてますけども、いい曲もあると思うんですけども、やはり私はこのドライ、このバックラッシュが一番いい曲だということで、バックラッシュを何度か、ね、これ再現したいと。まあ、いずれね、アフターイメージもやりたいと思ってます。アフターイメージもある程度ね、音を作っていきたいと思いますけども、まずこのバックラッシュが一番その聞きやすい歌物であると。日本の中でも非常に一番、私の中で一番いい曲だと思います。それぐらいバックラッシュという曲が好きだと。ただ残念ながら楽譜がないということで、自分で音を作って、それを、ね、再現していくということですね。ただ、最初の段階ではこのプリセットの、SI85 だけでやってますんで、音が、ね、ミキシングされてないんで、ミキシングしないと非常に、ね、なんていうんですかね、質素に聞こえちゃうということですね。質素の音の生の音が鳴るだけですから、要するにいろんな、ね、ミキシングの過程を得ないと、プロの音にはならないんですね。これは、コンプレッサーをかけたり、クローザーをかけたり、あるいはいろんな、ね、それ以外のエフェクターをかけているんですけども、それでミキシングをやっていかないと、音は良くならないわけですけども、今回はあえてその SI85 の生の、ね、音、これ SI85 っていうのはソフトバレーを使っているシンセサイザーなんですね。そういう中において、今回、ね、このソフトバレーの、ね、音楽というのを改めて、私は何音かは作ってるんですね。そのソフトバレーの音は何音か作ってる。ツイスト・オブ・ラブとかね、あるいは、エルメスとかね、あるいはノープレジャーとかね、そういった曲のね、ベースだけとか、ね、そういった音を作ったり、これ面白いな、エスケープのこのピコピコも面白いな、そういうのを作ってはいるんですけども、全体的に、ね、コピーといいますか、曲丸ごとコピーしたことは一回もないんで、それはね、フランドラインアセンブリーだったり、デベッシュモードだったり、ブリッジのね、ミニストリーの曲3つぐらい、とね、あるいは、コントロールドブリーディング、ディークリップスであったり、ね、プロジーですね。プロジーは、まあ、デジタルロックと呼ばれるんですけども、プロジーであったり、ナインチネイルズの曲を、ね、コピーして曲をね、コピーしたことはあるんですけども、フットボールに関してはまだ一回もやったことはないということで、まあ、私はメインは、ね、フロントラインアセンブリーですね。フロントラインアセンブリーはすごいたくさん曲をね、コピーして、曲をコピーして、音も、ね、大体自分で作ってるんですけども、そうですね、エピタフまで大体作ってます。エピタフとかシビリアリゼーション、シビリアリゼーションのそのアルバム、テクノバージョンみたいなのもあるんですけど、そういうのも、ね、作ってますけども、そういった音を、ね、やっていますんで、そのフロントラインアセンブリーのインダストリアル、欧米の、ね、インダストリアルから離れて、ちょっとソフトバレーに戻って、日本の音楽のね、ソフトバレーのね、コード進行の曲でね、歌をね、どこまで、ね、再現できるかということで、ね、ちょっとやっていきたいということで、今回、ね、ソフトバレー。日本で、ね、知ってる人たくさんいますんで、ソフトバレーはね、これ、音楽をもうここに終わらせちゃいけないということでね、私はこれを再現して、自分で学んでいきたいと。ちょっとね、33年も時間が経ってしまったんですけども、やはりね、ソフトバレーの音楽っていうのは、これは、残さなきゃいけないというか、ね、再現性を持たなきゃいけないというか、このね、新しい音楽をやっていかなきゃいけないという上でね、見過ごされていいものではないということで、ね、ソフトバレーをちょっと私個人考えております。ぜひね、このバックラッシュね、これちょっと残念ながらね、あんまりいい曲が入ってないということですね。曲のチョイスがちょっと、まあ、私から見るとちょっとかなりおかしい。まあ、ボディというボディはまあいいとしてもね、それ以外の曲はちょっとあまりよく、まあ、プライベートプライド、ツイストクラブはまあいいでしょう。まあ、エブダンスもいいでしょう。オブセッションも好きな曲です。まあ、ファイナルもね、いい曲だと思うんですけども、私の中ではやはりどうしてもね、バックラッシュとかね、アフターイメージとバックラッシュは絶対入らないとおかしいじゃないかっていうね、事実彼らもね、ソフトバレーもね、リメイクしてますんで、そのね、この2曲を絶対言っていきたいということで、まあ、森岡健さん亡くなられて、2016年亡くなられてますけどね、森岡健さん、本当に、ためにね、そういうのをやっていきたいという思いがありますし、森岡健さんの、ね、曲に、森岡健さんに近い曲を私は作ってますので、それも、ね、いずれ発表させていただきたいと思ってますけども、このオリジナルの曲もありますけども、もう今回、ソフトバレーを復活というかね、その音楽を、ね、自分で作っていかなきゃいけないということですね。それをどういう音楽の作り方をしているのかということを、ね、分析して、それね、私は、ね、ソフトバレーは全く専門じゃないんですけども、もともとは、ね、フロントラインアセンブリーであったり、プロディジーですね。プロディジーであったり、フロントラインアセンブリーですけども、そういった音楽、ね、今回、ね、ソフトバレーは、ね、ぜひね、多くの人にまた聴いてもらうためにもね、こういう音楽を、ね、解析して、分析して、このね、どう演奏していくんで、演奏していきたいという気持ちで、ね、あります。その演奏をね、ぜひ再現していきたいと
なかなか女性の方だとね、ピアノを楽器にしていらっしゃるんですけども、音を作ることはなかなかできないですから、このソフトバレーの音で、ぜひ演奏をしていただきたいという思いもありますね。そういうソフトバレーのその EBA を復活させることによって、日本の音楽をまた一つね、またあのレベルを上げていきたいと。今、日本の音楽はやはりね、もう停滞というか、まあ、止まってるような状態なんですね。ソフトバレー解散してから止まってる。まあ、X ジャパンいらっしゃいますけども、X ジャパンはね、この様式もね、X ジャパン様式も LA のスタジオに、まあ、非常に多くのシンセサイザーを持ってるんですね。倉庫で持ってるんですけども、なんでこんなシンセサイザー集めてるんですかって聞かれたときに、いや、EBM とかって言ってるんですね。EBM が好きなんですね。ということはソフトバレーをおそらく知ってるはずなので、彼も、ね、よしこもおそらく、ね、EBM を知ってるということであれば、ぜひ、ね、私の活動を、ね、知っていただければなと、夢がありますけどね。以上ことになります。まあ、音楽性という意味においては、ね、ちょっとないですけども、インダストリアルという、ね、音楽、政治的な、ね、テーマを扱う、まあ、日本の音楽と違って、その恋愛だけとかね、じゃなくて、もう政治的なテーマを扱う音楽ですから、シリアスなテーマを扱う音楽であり、社会を変えることができる音楽ある。それでいて、テクノの最先端を言っていると。ただ音楽性ないということで、今回ちょっとその音楽性をね、ちょっとバックラッシュという曲が非常にいい曲だということで、音楽性を勉強していきたいという、もう反面、あと、外側で独特のね、シンセサイザーの音の使い方を勉強していきたいという思いがあります。今回は以上にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございます。